はい、皆さんこんにちは、ワンダリオリュウシです。では今回は提督の決断法バーブギットドイツ軍部で続きをやっていきたいと思います。実は少し進めてまして、といってもどっか海域を攻略したりとかゲームを進行したわけではなく、単に月を送りました。で、前回出ていた全天候型の飛行機、これの開発が終わったところからになります。まず早速その設計に取り掛かりましょう。航空機で新規設計ですね。でもここはね、何をベースにするかなんですが、まず艦上の戦闘機を作っていきましょう。で最高速度が速いものをベースに、ザラマンダー、これをベースに全部作っていきます。ちょっと見た目がね、かっこ悪いというのはあるんですが、いや、シューティングスターがやっぱ一番かっこいいよなぁ。あとはこのね、シュワルベもまあなかなかかっこいいんですけど、やっぱシューティングスターがかっこいいんですけど、シューティングスターはなんといっても敵軍の飛行機にはなってるんで、まあここはザラマンダーでいきます。で、まずは爆撃能力なんですけど、600キロのロケット弾。急降下ができないのか。ちょっと待ってね。戦闘機だよね、今作ろうとしてるの。であれば、一旦、最高速度で相当して、シュワルベをベースに、急降下ができないと話にならないので、急降下ができる機体を選んでいこう。そうなるとだ、最高速度でもう一度相当して、艦上戦闘機、ファントム。いや、ファントムもかっこいいよなぁ。そうか、でもあれだよね、ロケット弾だから急降下が必要かっていう話もあるけどな。いやでもやっぱ急降下は絶対必要なんで、ちょっと急降下ができるものを選定していった方がいいな。艦上の爆撃、まあ水星とかになるよね。そうなると水星をベースにする場合、急降下ができないのはきつすぎるわ。ちょっと待ってね。艦上の爆撃機で、決定で、一旦ちょっとベースを作ります。37に、7.5 2門ずつ。で、走行は一旦マックスにしておいて、航続距離は4000が限界？まあいいや。で、5200にして、夜間戦闘可能、全天候可能。で、決定にして、で、爆撃能力が、1トン爆弾。んで、できないんだよね。ただ、最高速度580キロ。悪くはないよな。という感じで、じゃあ、ちょっと作っていきましょう。作っていくのは、最高速度をベースに、ザラマンダーがちょっと微妙なんで、新展開。これも悪くないけどな。ザラマンダーか、シュワルベか。まあ、シュワルベの方が見た目かっこいいんで、シュワルベにするねえ。機種は艦上の戦闘機。なので、機銃をちょっと強めにしましょう。37センチ砲4門に、7ミリ機銃を4門。で、マックスにして、夜間戦闘可能、全天候可能、航続距離は一旦マックス。8600キロにする。最高速度は172はないわ。最高速度は速くてよくて、
て、戦闘機なんで、900キロでいいでしょう。高速距離が2000。んで、爆撃能力は、そうだな。120キロのロケット弾積んどきゃいいかな。これでどう？で、装甲は、まあ、こんくらいでいいかな。50、60ぐらいまでにしときますか？で、あとは、速度とのバランスを見て、700キロ以上は欲しいよな。まあ、これくらいかね。4400キロ。これで行きましょう。これが、感銘。そうだな。バカラも使っちゃったし、虹も使っちゃったし、他僕が行くところってなんかあるかな。最近好きなのがね、マッサージ屋さんで言うとエンジェルが好きなんですけど、エンジェルにしますか？じゃあ、エンジェル。エンジェルはね、もう必ず行きます、僕は。エンジェルの戦闘機にしましょうか。エンジェル。で、このエンジェルの戦闘機はそのまま、いや、偵察機はちょっとないかな。14周かかるか。半端ないな。そしたら、今度は、偵察機作りましょう。偵察機も、一から設計で、艦上の偵察機。んで、何をベースにするかなんですが、これこそ、ザラマンダーベースにしようよ。だって、攻撃能力は必要ないんで、まあ最低限はね、もちろん、乗せるにせよだ。すごい攻撃力が必要なわけではないので、まあ装甲はちょっと厚めにしてあげたいよね。60位までに一旦しておきましょう。で、航続距離は長ければ長いほどいいので、一旦これにしておいて、戦闘、夜間戦闘、全天候は全部可能。で、爆撃能力は必要ない。で、一応120キロ積んでおこう。で、航続距離だ。こっからだよね。走行、ちょっと薄めにしていくと、かなりきついかな。にしてもちょっとひどくないか、この性能は。もう一度一から練り直そう。どこがいけないんだ？雷撃能力とか必要ないんで。ちょっと使ってる機体が微妙？もしかして。最高速度でもう一回相当して、そうするとやっぱシュワルベをベースにする？艦上の偵察機で。ちょっと何が良くなかったのかよくわかんないな。まあ、偵察機なんで、じゃあ、機銃は本当に薄めにして、装甲は、まあ、50にしますか、一旦。航続距離はやっぱ長さ欲しいんで、8000。夜間可能。で、爆撃能力は120キロぐらい積ましてよ。これでどう？これだとバランスいいよね。670キロ出て、航続距離8000。これ艦上の偵察機にしよう。なんか同じになっちゃったけど。エンジェルの。エンジェル。偵察。エンジェル艇。エンジェルはもう必ず行きます。バンコクに行って、エンジェルに行かなかったことは、ここ最近多分、ない。この2年、3年、ないですね。それほど、エンジェルに、入り浸ってるんですけど、最高速度で、またそうするとあれだよな、シュワルベをベースに作ることになるよね。全部シュワルベと同じ形になっちゃうけど、まあ、しょうがないね。爆撃機なんで、ここは、まあ、本当に、一旦、無視して作っていきます。8000キロ、642出て、空戦能力はそんなに必要ないんで、爆撃機として作っていきましょう。で、120キロの代わりに500キロの爆弾を積んで、置きます。これでどう？悪くないよね。急降下は可能。580、8000。これでいこう。ちょっと、本当に空戦能力がしょぼすぎるかな。ちなみにこれを37センチ砲に変えるとどう？うわ、全然カスになるな。
7.2の基準4に変える？これでいこう。570キロ。エンジェル爆撃と。もしね、本当に、バンコクに遊びに行くっていう人いれば、エンジェルは超絶におすすめですね。で、最後に、今まであんまり運用として使っていなかった、攻撃機器もね、もうアメリカ軍と雌雄を決する以上は必要になるということで作っていきましょう。これも同じく最高速で、相当かけて、シュワルベをベースに、空戦能力はね、同じくあんまり必要ないので、7.92の機銃を4門。で、装甲は厚めにしておいて、航続機量は8000は欲しいね。7600が限界か。で、夜間可能、全天候可能。で、爆撃能力は120キロ爆弾でいいよ。で、爆雷能力はもちろんつけますというところだね。これでどう？悪くないんじゃないの？風船能力をもう一度確認。いいね。感情の攻撃機。エンジェル攻撃機と名付けましょう。これでもう本当にアメリカ軍とね、戦える。その、機体は揃いましたね。あとは、量産に入るのを待つだけ。んで、あとは各艦隊の状態なんですけども、まず南シナの艦隊、これ合わせちゃいます。第1艦隊に第12艦隊を編入。もう、第12艦隊単体で残しとく意味がないので。で、第1艦隊が、今南シナに入っていて、第2艦隊が南太平洋。第3艦隊が、今パラオ沖に入ってますね。パラオ沖に置いておく必要あるのかな？これを一旦、南シナに進めよう。第3艦隊をパラオから南シナに進めて、しまいましょう。第4艦隊はね、同じく南太平洋に入っています。で、第5艦隊が、規模号。で、第12艦隊が壊滅してるんだよね。さっき編入しちゃいましたからね。カナリアに一応配備して、第13、第14、第10艦隊なんだよね。一旦じゃあこれで時間進めましょうか。兵器開発。航空機の開発はザラマンダーが開発。やっていきましょう。艦型の開発もやります。で、技術開発はもう終わりですね。本当に。物資援助はアルミをじゃあちょっと供与してあげよう。本当になくなってるからね、アルミが。日本軍は。これでじゃあ14週間進めていっちゃいましょう。おっと、と思ったら、小笠原でたまたま、遭遇戦になるの。まあ、かろうじて守ったって感じかな。日本軍の被害かなり大きそうですね。14周持つのかな。さあ、技術開発も本当に佳境です。物資援助はアルミ。14周ちょっと待てないんじゃないかな。小笠原にガンガン攻めてきてるね。
アメリカ軍が南太平洋に侵攻。これは撃退できるでしょう。というか撃退しなきゃいけない。今はまだ航空大決戦をするその時じゃないんですよね。上から来たのか、敵の艦隊は。さあ、敵は空母がいるのか？いや、だいぶダメージは出ちゃいましたね、本当に。それにしてもこの戦艦硬すぎだろう。どんだけ持ちこたえるんだっていうぐらい持ちこたえるね。第4艦隊が壊滅してるね。で、技術開発、これも本当に最後ですね。入れておきます。物資援助はアルミを供与、いや石油だな。じゃあここから時間を、14周ね、進めていきます。ではね、ここまで7プラザ型の空母と、一部の先ほど設計したエンジェル型の飛行機が完成しているので、艦隊をね、創設していきます。特に小笠原沖が奪われているので、アメリカ軍に、日本の本土が危ないということから、早急にこれを支援しに行きましょう。新編成です。第6艦隊として7プラザ型の正規空母、これを4隻、さらに護衛艦として、戦艦2隻に、あとは防空艦、これで固めます。で、この第4艦隊を一気に派遣していきましょう。艦載機はまだいいかな。第4艦隊を小笠原沖へ。いや、最初にレイテだな。さらにもう1個同じ構成で第6艦隊として7プラザ型、これを4隻配備した空母、これも同じく
レイテへと派遣していきます。で、移動中におそらくね、残りの航空機も完成するはずなので、完成しましたね。エンジェルの戦闘機とエンジェルの攻撃機。これを早速乗せていきます。そのために作りましょう。航空機。このためにね、アルミをために貯めてきたので、一気にそれを解放します。まずはエンジェルの戦闘機。これを、数で言うと200機。さらに、エンジェルの爆撃機。これを、450。で、エンジェルの攻撃機。これを、200。で、エンジェルの偵察機を、30。作っていきましょう。いや、だいぶ作れたな。これむちゃくちゃ戦力アップするぞ。では第4艦隊に配備しましょう。もうちょっと興奮気味ですけど、エンジェルって聞くだけで。座上提督はもう乗せられる人はいないかな。いれば乗せていっちゃいましょう。このエンジェルはね、絶対に沈められたくない。で、艦載機ですが、自動、いいね。一応予定通りになってるね。バカラの爆撃機がなぜか、偵察機に入っちゃってるんで、これは、エンジェルの偵察機に乗せ替えましょう。もうこれをね、基本セットにしてもらいたい。変に。バカラの爆撃機とかを選択するんじゃなくて。航続距離がだって短いからね。より遠くまできっちり偵察をしてもらいたいということから、もうここはね、確実に、エンジェルの偵察機に乗せ替えます。ちょっと、そういう意味だとエンジェルの偵察機の数が足りないかもしれないので、まあそうなったらね、その時に考えましょう。いやー、この第4、第6艦隊最強艦隊になるぞ。なんといっても全天候型なんで、すべての艦載機が。護衛機がバカラの爆撃になってるんだな。バカラのエンジェルの戦闘機、数が足りなくなってるんだね。まあ、こっからはもうちょっとしょうがないですね。第6艦隊の方がそういう意味では少し戦力が落ちるかもしれない。こんだけの航空戦力を乗せるとなると、やっぱり数がね、足りないのがちょっと悔しいですね。さあ、沖縄に日本軍。これは撃退してるね。さあ、では本格的にスパイを暗躍させていこう。まずレイテ、さらに小笠原、マーシャル、南太平洋と進めていきます。ちょっと時間長くなってきてますが、7プラザ型の初陣まではちょっとね、どうしても、見届けたいので、お付き合いをいただきたいと思います。物資援助は日本軍は資源がちょっとやっぱ足りないね。ドイツが全部抑えちゃったんで。さあ、どこまで来てる？できれば初陣まで見届けたいので、第4艦隊は
アラビア海、紅海まで来てますね。じゃあちょっとね、このまま進めていっちゃいましょう。いや、アメリカ東海岸によく攻め込んだな、日本軍も。珊瑚海に敵艦隊か。まあ、ここはちょっとじゃあ時間早めて終わっちゃいましょう。はい。ではね、ようやく、7プラザ型の空母、2個艦隊、第4、第6両艦隊をレイテへと運んできたので、参戦させていきましょう。迂闊にもあれか。偵察をしてなかったですね。まあ、それでも十分に勝てるとは思うんですが、しかも雨だ。ありがたい。雨が降ってても我々は偵察機が飛ばせますよと。いうのが最大の強みですからね。さあ、あと一つだ、飛行場は。ここまで無傷でいいよね。さあ、敵の艦隊発見してる。まあ、レイテはね、重要拠点になってない上に、まあ、ドックがないっていうことですね、つまり。なので、アメリカ軍の艦隊傷ついたものがそのままここにいますね。よし。完璧に叩いたね。圧勝と言っていいんじゃないかな。そうすると、レイテにいる、この7プラザ型の艦隊2つ、これを小笠原へ派遣して、小笠原を解放しましょう。奪われてますからね。で、南シナにもう艦隊を置いておく必要はないので、南シナの艦隊。これも時を同じくして、南シナから小笠原へと転戦。で、1個艦隊は、珊瑚海に入れましょう。で、兵器開発入れておいて、アルミが欲しいので、アルミをね、早々に取りに行きましょう。で、スパイは小笠原。で、この先、マーシャルに中部太平洋。さらにはミッドウェイと進んで、ハワイ攻略という流れになるので、まあ、そこまでね、進めていっちゃいましょうというところと、あと航空機は、エンジェルの爆撃機、これ最優先で生産します。数がちょっと足りないかな。はい。というところでね、今回だいぶ長くなりましたが、いよいよ、もうこれが多分最終形になると思うんですけども、7プラザ型の大型、要塞型空母。ここに、エンジェル。大好きなエンジェル。このエンジェルの
戦闘機、攻撃機、爆撃機に偵察機と、4機種揃いました。で、ちょっと機種が足らないところはね、バカラが乗ってるものもあるんですが、もう7プラザの上にバカラがいて、エンジェルがいて、まあ虹はね、ちょっと前回のシリーズで出し尽くしちゃいましたけど、もう本当にね、夢のある、提督の決断法というプレイになってますが、次回はですね、今お話したように、小笠原からハワイへ向けて、進撃を開始していきたいというふうに思っています。というわけで、じゃあ今回はここまでにさせていただきたいと思います。はい。というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひ、チャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で、動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方、ぜひツイッターの方もフォローしていただければ、嬉しいな、というふうに思います。